2月2日、愛南町未生 B&G 海洋センター周辺で、第15回愛南町ふれあい健康マラソン大会が行われました。先生、僕たち選手一同は、日頃の練習の成果を十分に発揮し、支えてくださった先生方や地域の方々に元気を与えられるよう、全力で走り抜けることをここに宣言します。これは町民の体力の向上や健康増進、また走ることで交流して親睦を図ることを目的に、愛南町スポーツ協会、愛南町教育委員会の共催で毎年この時期に開かれるマラソン大会です。この日は町内の小中高校、また一般から438人が参加して、絶好のマラソン日和の中、完走を目指して頑張りました。コースは小学生低学年の1キロコースから、中学生男子や一般男子が走る4キロの5コースがあり、沿道からは大きな声援や拍手が送られていました。誕生日なので頑張って走りました。ちょっと負けていたけど、ダントツで勝ててよかったです。初めての2キロのコースだったけど、1位を取れて嬉しかったです。今年も去年と一緒で首位になることができたのでよかったです。優勝するか負けるかどうか、ドキドキしますか。楽しかったです。この模様はご覧のチャンネルで後日放送予定です。